花咲かせる人。これはね、日々草っていうの。へー、見たことはあると思うんですけど、名前とか知らなくて。そうね、見かけることは多いと思うわ。そんなに育てるのが難しい花でもないし、綺麗でしょ。これは一輪咲きだけど、いろんな咲き方をする品種もあるのよ。そうなんですか。でもこんなとこに花壇があるなんて私知りませんでした。そうね、マキちゃん1年生だからあまりこっちの方にも来ないかしら。学校の中結構歩き回ったと思うんだけどな。そうなの。ええ、休憩所を探すときにいろいろこの辺も来たと思ったんだけど。ちょっと校舎からも離れてるから。でもとても日当たりいいのよここ。そうですね。ミキさん、日焼け対策してます？結構日差し強いですよ。一応ね。私も気を使ってるつもりなんだけど、すぐ日焼けしちゃうんですよね。うちってそういう体質なのかな。ミキさん肌白いからもっと気をつけないとダメですよ。マキちゃんもね。私は別にいいです。もう肌も丈夫というか頑丈だし。それも羨ましいわ。私は結構赤くなっちゃう方だから。ミキさんはいろいろ繊細にできてるんですよ。でもこの花壇、本当にいろんな花が植えてあるんですね。ね、普通花壇ってもうちょっと、なんというかその綺麗に飾るみたいにしません？ここのはね、学校の中の花壇の植え替え用なの。植え替え用？そう、他の花壇の花が急に枯れたりした時にここに植わっているのから持っていくのよ。はあ、そうなんですか。そういうための花壇もあるんですね。ね、だからちょっと統一感とかはないんだけど。でも私はここの花壇の雰囲気好きなのよ。いろんな花が植えてあるからいつでもどれかが咲いているしね。ああ、そういうのもあるんですね。確かにいつでも何か咲いてると嬉しいかも。え？だからここの世話をするのも楽しくてね。え？ここの花ってミキさんが育ててるんですか？私だけじゃないけど。でも手入れを任させてもらっているのよ。すごい！ミキさんガーデニングもできたんですね。ガーデニングというより園芸かしら。それでもすごいです。ありがとう。それでね、え、何ですか？そのちょっとマキちゃんに、あのね、はい、あのできればでいいの。無理なら無理って言ってくれていいんだけど。はい、無理って何ですか？そのもうすぐ夏休みでしょ。はい、だからそのきっとマキちゃんにも都合があると思うんだけど。そのはい、どうしてもってわけじゃないの。でもそのもしよかったらここの花壇の世話を手伝ってもらえたらって思って。ダメならダメって断ってくれていいのよ。本当に無理なお願いだと思ってるし。あ、そんなことありません。本当ですか？本当に手伝っていいんですか？うん、ごめんね。どうして謝るんですか？むしろ私嬉しいです。え？だってミキさんの花壇のお世話ができるんですよ。無理とかないです。でも夏休みに学校に来なくちゃいけなくなるし。そんなの平気ですよ。あ、でもいいんですか私で。ん？うん、ミキさんのためなら一生懸命頑張りますけど、私
あまり花を上手に育てたことないですよ。そんなに難しいものはここにはないから大丈夫よ。うち花とか育てる環境じゃなかったんですよね。小学校の時、朝顔の鉢家に持って帰ったら2日でお兄ちゃんやお父さんに蹴り飛ばされて割られちゃったりして。私がちゃんと教えてあげるからね。きっとできるわよ。はい、お願いします。命に代えてもここの花は守り抜きます。命ってそんなに真剣に考えなくても大丈夫よ。いいえ、絶対にやり遂げてみせます。うん、お願いね。私も今年は夏期講習とか受けるから毎日学校には来られないかもしれなくて本当にごめんね。いいえ、だってミキさんも忙しいですもん。あれ、ミキさんの来れない日に私が世話するんですか？うん、私がどうしても来られそうにない日だけでいいから。あ、はい。無理そう？いえ、そのミキさんがいないと不安だなとか、一緒じゃないのが残念だなとかちょっと思っちゃって。でも一緒に会える日も約束してればよね。そうでした。デートの日楽しみ。私もよ。花壇の世話の仕方はこれから少しずつ教えてあげるわね。はい、よろしくお願いします。マキちゃんって、あ、私が何でしょ。ひまわりみたいね。ほら、あそこに植わってるでしょ。あ、やっぱりそんなイメージなのかな。よく言われるんですよね、元気がありすぎるって意味で。ああ、それならそれで、せめてひまわりくらい大きくなるならいいのにな。あら、私はひまわりって好きよ。大きな花が開くでしょ。太陽の下でとても堂々と。あそこのもきっともうすぐ咲くわ。今から楽しみね。マキちゃんみたいに元気に咲いてくれたら嬉しいわ。ミキさん、私、ミキさんがそう言ってくれるならひまわりでいいです。あそこのも絶対元気いっぱいに咲かせてみせますよ。え、よろしくね。